ミス・デラウェア・ティーン・ u s a 2011受賞者、アマンダ・デブズ・ミス・デラウェア・ティーン・ USA は、ミス・ティーン・ USA のアメリカ合衆国デラウェア州代表を選択するページェントである。このページェントは、D&D インベストメンツが管理している。出場枠と賞の数においては、デラウェア州は、ミス・ティーン・ USA においては成績に恵まれない州の一つである。しかしながら、 1999年に、アシュリー・コールマンがこの状況を打ち破り、ミス・ティーン・ USA に選出された。ミス・デラウェア・ティーン・ USA2000 のキャリー・エイキン、2001のクリスティー・エイキンは姉妹である。1997のシェディル・クローの後に、ミス・デラウェア・ USA も受賞した初めての人物である。2011のアマンダ・デブズは、初めてミス・デラウェア・アウトスタンディング・ティーンの両方を、 受賞した人物であり、なおかつ、デラウェア州の間を、ミオクロスオーバーに成功した唯一の人物でもある。2013年2月26日、メリッサ・キングは、オンラインの商業ポルノ動画に出演したことが、浮上したことに直面した際に受賞を辞退した。元、ミス・デラウェア・ティーン・ usa は、ポルノ撮影に1500ドル支払われた。ビデオ制作者はキングから撮影を、依頼。 より多くのシーンの撮影に喜んでいたと語った。ヘイリー・ローラーがメリッサ・キングの代わりに繰り上げ受賞した、イチミスティーン・ USA のページェント時の年齢、ありがとうございます。